2022明治安田生命 J1 リーグ第26節サンフレッチェ広島対ガンバ大阪エディオンスタジアム広島からお送りします。改めてサンフレッチェ広島今日のスターティングラインナップ注目ポイントを解説お願いします。まあ、やはりこう、まあ、前節との違いでいうともう2トップで戦うというところ、まあ彼ら2人は、ね、かなりこう攻撃の期待は持ちたいとは思いますけど、やはりこう守備のスイッチ役としてもまずはねファーストディエンダーとしての働きもね非常に大事になってくるかなと思いますので、彼ら2人とそれから周りのね全体の連携というところを見ていきたいですね。はい、ガンバ大阪今日のスターティングラインナップです。はい、まずはやはりこう失点をゼロに抑えるような現実的な戦いが予想されますので、まあ、少しこう守備の時間が長くなるかというふうには思いますけど、まあ、2トップを軸にしっかりとねチーム全体で良い守備から良い攻撃につなげていく、まあ、彼ら、2トップ2人がどれだけこう攻撃の時間を作ってあげられるか、まあ、そこは非常に重要なポイントかなと思ってます。はい、初陣です。ガンバ松田宏監督です。17日にコーチから監督に昇格しました。はい、セカンドボールのところは肝になりそうですね。まあ、非常に大事になってきますね。はい、さてそのセカンドの部分です。40番のメシノからそしてペレイラ行った空いたペレイラ運んで横パスパトリック、まだ行きますペレイラのフィニッシュ、やっぱりやりました、パトリック・ペレイラの2枚、先制はガンバ大阪。古巣対戦コンビのブラジリアン躍動、しっかりとゴールにねねじ込みましたね。願ったり叶ったり、先制ガンバ大阪狙い的中。松田監督、今季の森島はゴールを決めることができまして、まあ、今季すでにもうリーグ戦で7ゴール決めています。さあ満田が行く、満田キープ、クロスボール、ベンカリファー連発です。ナッシム・ベンカリファー、取られても取り返すストライカーが結果を出しました。ベンカリファー1対1広島。まあ、ここでまずサイドで起点を作って、まあ、満田選手が相手の背後を取りに行きました。それからこの素晴らしいクロスにしっかりと、まあ、ニアサイドで相手の、ね、センターバックとサイドバックの間にうまく入りましたから、あとはこの合わせ方も非常にうまかったと思います。左の柏、中ベンカリファ、さあどうする、森島だ、取った、うまく挟みましたね。さあサンドで取ってカウンターアタック、さあパトリック来た、パトリック横パス、ファンアラーの空いた、斉藤美月、斉藤美月の右足、カウンターアタック炸裂、3列目から来ました斉藤美月、決めて1対2ガンバ大阪。まあ、ここでしっかりと挟み込んでボールを奪ってからが非常に早かったですし、まあ、少しね広島の選手たちが前がかりになったところをうまくねこう時間を使いながら、このファン・アラーノ選手がよく見てましたし、落ち着いてトラップからマニアサイドにぶち込みましたよね。まあ、このフィニッシュの質も非常に高かったです。左足で行く藤原の鋭いボールが入ってきた、まだあるぞ、混戦になった、ヘディングプッシュ、大迫で鈴木のボレー拾って倉田の右足、ヒットしましたが枠の外。まあ、一瞬ねフリーになりましたから、はい、三浦選手でしたかね。まあ、ここでよく書き出しましたよね大阪選手も。はい、まあ、今シーズン見るとビエイラとエゼキエウが気持ちよさそうにこのコンビがプレーするんですよね。まあ、合ってますからね。おっとこれはワントラップか、おーベンカリファー、野津田のストレートボール、完璧なコントロールからのボレーシュート、ベンカリファで同点2対2広島です。まあ、ここはこの決定力の、まあ、フィニッシュの質のところでこの野津田選手のボールはね少し浮き球で来ましたけど、しっかりとももで収めて、まあ、コントロールして、まあ、このボレーシュート、まあ、このシュートのコースも非常に良かったですから、まあ、素晴らしいゴールでしたね。
満田が行く、満田行く、使ってベンカリファのコントロールショットが入るんだな。なんとなんとハットトリック達成、ナッシュベンカリファ3対2勝ち越し広島。今日はもうベンカリファ劇場です。まあ、逆サイドにコントロールショット、これ見事ですね。まあ、素晴らしいですね。満田が運んで運んで最後は狙いすましたインフロントで逆サイド巻いた、このコントロールショット沈めて3対2です。もうここしかないところに通しましたね。はい、倉田が拾う、間を割った、クロスボール、山本のフィニッシュ、パトリック、おお、最後はゴールカバーは柏です。まあ、このフィニッシュのところをしっかりとねカバーしましたね、柏選手が。さあ、ここで疲労の見えるガンバですが、ここのマーカーをしっかりとはっきりと詰めていきたいところ。浮かして佐々木から柏が入ってきた、柏から満田の右足突き刺した。今日広島4点目、紫の風雲児がやりました、4対2。シュートのこの質の高さを見られましたね。簡単なようには見えますけど、非常に難しい高度なこのバックパスのこのフィニッシュ、まあ、素晴らしいですね。まあ、少しこうアウトにかけながら、まあ、うまく力が抜けてますし、まあ、コースも完璧ですね。急ぐべきか時間をかけるべきか、旗振り役野津田、左を取って佐々木です。中の枚数は十分揃っている中で、さあどうするか佐々木、やらしいところにつけた松本大志の右足、これぞ松本大志、スルスルと抜け出して右足フィニッシュ、5対2。まあ、ここで相手が来なければ少しこう時間をうまく佐々木選手も作ってますし、まあ、良い位置に入りましたし、うまく入れ替わって最後ね落ち着いてフィニッシュまで持ってきましたから。佐々木翔ズバッと入れるが、庄司からパトリックだ、パトリックのシュートは正面。まあ、庄司選手が、まあ、しっかりと、ね、予測してインターセプトからそのままパトリック選手につながりましたから、はい、まあ、フィニッシュまで、ね、持っていきましたよね。ここで試合終了の笛です。先制はガンバ、ただひっくり返した広島、ベンカリファハットトリック、今日はベンカリファ劇場でした。今年の J は紫が彩ります。止まらない広島、なんと公式戦5連勝達成です。